ていって249で取られてるんだよ、エリアが。なんでだ、あんなミサイルでキルしたやないかってなって、はい、こちらアップデート後のコールドウォーのメインメニュー画面となっております。左にコールドウォー。で、真ん中にウォーゾーンですね。まあ、ウォーゾーンは海外のプレイ人口と、まあ、人気があるので、まあ、これからウォーゾーンをね、メインにしていくんだろうなっていうね、こう、方針が読み取れるんですけど、この右に、モダンオフェア、前作のモダンオフェアがあるんですよね。これはどういう意味を示してるんでしょうかね。だってこれコールドウォーのメインメニュー画面なのに前作のモダンオフェアがあるという、もう今までにこんなことはなかったので、これはどういうことだろう。モダンオフェアもこれからアップデートをしていくっていうことですかね。ちょっとどういうことなのかちょっと気になりますね、これは。今回使っていくカスタムは、リクエストにお答えして KSP をね、使っていこうと思います。クラス構成このような形になってて、で、カスタムは、マズルはソーコムですね。下から2番目のソーコム。バレルは一番下の、タスクフォースですね。こいつは、弾速がね、SMG の中で一番遅いんですよ。で、バースト武器ということで、射程も伸ばしたいので、まあ一番下のタスクフォースは必須だと思います。で、バレルはフォアグリップ、あ、じゃあ、アンダーバレーね。はフォアグリップ、ハンドルは一番下のスピード、をつけてるんですけど、本当はエアボーンが欲しいかな。で、ストックは SAS ストックとなっております。はい、というわけで、今回はですね、すいません、実況をね、この試合撮ってなかったんですよね。申し訳ないんですけど。なので、もう BOCW 入って初めての後付け実況でやっていきたいと思います。さあ、約12分13分ぐらいの試合なんですけど、まあ、衝撃の展開ですよ、ラストは。もちろんマジでね、実況撮ってなかったのが本当にね、悔やまれる試合なんですけど、まあ、ちょっと見ていきましょう。さあ、果たしてね、12分13分も後付けで喋れるかっていう話なんですけどね。で、最初ね、これ、ちょっとクラスミスってて、後半、てか今からスティームショットに変えました。またね、ちょっと動画の方で報告すると思うんですけど、19日にスカーズさんとね、大会、e スポーツルールの大会があるんですけども、そちらに、出場します。ハントと、グッピーと、あとね、ゼファ君っていう e スポーツ民の仲良しの方がいるんですけど、そちらの4人で、ちょっとね、e スポ大会に出てみようということで、e スポーツおじさんって、e スポーツ、オールド e スポーツっていうチーム名にしたかな。まあ、ハントとグッピーくんはね、もう、日本のコールオブデューティー e スポーツの本当、初代メンバーというか、本当始まった頃からプレイしてるメンバーなので、本当ね、まあ、おっちゃんメンバーですね、うちらは。おっちゃんメンバーと、まあ、ゼファくんっていうね、こと一緒に大会出るので、まあ、またね、告知は動画と、ツイッターと、配信もするので、まあ、お楽しみにという感じです。でね、この試合は、ネタバレになっちゃうからあんまり言いたくないんだけど、かなり苦戦しました。で、ラストが本当に衝撃な展開で、マジでクソ叫んだんですよ、ラスト。もうめちゃくちゃ叫んだ。だけど動画撮ってなかったっていうね、こう、実況を撮ってなかった。まあ、ただ単純にこう、あ、武器のレベル上げしようかな、みたいな感じで、っていうかまあ、一試合目だったんで、今日入って一試合目だったので、アップがてらも、こう、プレイしてたんですけど。いや、まさかこんな試合取れると思わないよね。ミスった、ミスった。で、KSP はね、ほんと近距離かな、強いのは近距離。まあ、バースト武器ってことで、まあ、ほんとダメージも高いし、ほんと近距離ならワンバーストで溶かせるので、まあ、そこはかなり強みかなと思います。だけどね、やっぱちょっと距離が離れると、このバーストの弱みが出てくるというか、なかなかキルタイムが結構時間かかったりするので、まあその辺、フルオートに負けちゃうかなっていう。なのでほんとうまいこと距離を詰めて立ち回れば、もうほんとショットガンみたいに使えますね。こういう距離かな、中距離。結構なんとか倒せたけど、ここからね、まあ、どうだったかな。前半戦すごい点差がついてたような記憶があるな。ショットガンにやられましたけど。いや、ショットガンはね、僕個人の意見としてはやっぱりね、サブ武器じゃなくて、メイン武器に戻した方がいいと思いますね。あれだけの性能がサブで誰でも持てるっていうのは、ちょっと、OP だよね。
さあ、レッド君はね、多分迷彩解除してたんですよ。だからあんまりね、こうスコアが高くなかったこの試合は。今作の迷彩解除ね、やっぱスキルマッチもあって相当ハゲると思いますね。モダンオフェアですら僕なんか、うん、まあ、盾とかランチャー相当ハゲましたけど、今作、ナイフとか盾はないか、ナイフとかはめちゃくちゃデス数増えそうですね。まあ、キルデスとかは気にしないんですけどもちろん。ただ単純に味方に迷惑はめちゃくちゃかかると思います。もう仕方がない、今、迷彩解除はもう。苦行だから。こっからちょっと連携続くかな。で、こういう近距離の部分で、こうね、キルをつなげていくと。バラバラバラ。ほんとね、ワンパンで溶かせるからね、近距離だと。それがめちゃくちゃ強い。やっぱこのワンパンの、ワンバーストキルの射程を少しでも伸ばしたいんで、タスクフォースなんですよね、本当に。確か12メートルから17メートルに伸びるのかな、射程が。まあ、少しではありますけど、やっぱり、その少しの距離が実戦になると重要になってきますよね。さあ、ここで、キルストリークをつなげて、ウォーマシン使って、なんとか、同点ぐらいにまで持ってきましたね。ウォーマシンは、しっかりと、あまり無駄打ちをせず、使ってます、僕は。でも、海外のね、プロプレイヤーとか、まあ、公開マッチは、すごくまあ、リラックスしてみんなやってるんでしょうけど、ウォーマシンめっちゃ乱射してたんですよね。めちゃくちゃ、無駄打ちするやんと思ったんだけど。まあ、僕の見ると、なんかすごい、大切に使ってますよ、ウォーマシンを。せっかく手に入れたウォーマシンだから。大切に大切に一発ずつ。つなげて V トールまで呼びました。さあ、さらに、最後の一発も、しっかりと使っていく。うん。結構連携つながってるな。あ、でもここで死んじゃったのか。うん。これで125対95ぐらいかな。いやー、この試合はね、なんだろうな、めちゃくちゃ、正直ね、きつすぎて、ボロ負けすると思ってたので、動画を撮ろうっていうね、切り替えにならなかったんですよね。ここでね、ちょっと味方が一人抜けてしまったので、あ、それもあるのかな？ちょっと人数フリーっていうのもかなりきつかったのかな？さあ、裏回ってきてるのもしっかりと守っていくよ。だけど今ので変わっちゃったな。やっぱ海外プロのね、大会の試合とか見てると、今作のハードポイント、本当にリスポーンがすぐ変わるので、めちゃくちゃリス地の奥深くに結構いることが多いですね。もう一人は必ずもう最奥でリスを守る人みたいな、アンカーって言うんですけど、そういうの。アンカーに人数を割いてるね。さあ、これ V トールか。そっか、V トール呼ぶんだ。今回ね、V トールは刺さりましたね。刺さったから100キルいったと思うんだけど。わわわわ。やっぱチョッパーガンナより V トールですね、圧倒的に。でもちょっと前の動画でも言ったかな、でコメントにも、あったんですけど、やっぱりね、オービタルとか今までのこの伝統的なキルストリークがないのはちょっと寂しいですよね。まあ、今作から始めた人のために説明すると、オービタルっていうのは、まあ、UAV の上位互換で、もうリアルタイムで敵の動きは映るんですよ、ずっと常時。しばらくそれが続くんだけど、連続10キルとか結構、まあキル数はね、もちろん必要なんですが、やっぱそれがあるとね、すごくニュークリアも目指しやすかったり、連キルがしやすくなるので、まあなかなか面白くなるんだけど、あ、そうそう、ここね
今の何だったんだろうね。階段、階段でグレネード投げようとしたら、なんか、はしごに登ってる時のあの感覚わかりますかね。こう、キャラクターがちょっと動かなくなるというか。急にね、動かなくなったんだよね。なんか、はしご登り出したんですかみたいな。階段でハイハイしだしたのかなと。そんな感覚になりましたね。新しいバグですね、今のは。あ、そうだ。動画でこれ、今、触れなかったけど、あれですね、ここのマップの、1、2、3歩か。3番目のエリアが、位置が変わってますね。ちょっとアップデートで。前まではすごくリスの奥深くにあったんだけど、まあちょっと左にずれて、まあリスポーン反転しやすくなったというか、まあリスが振り側の人たちが、攻めやすくなったかな。まあこれは本当にいいアップデートですね。結構死ぬ。そうなんですよ。もう敵もね、めちゃくちゃ打ち合い強かったんですよ、これ本当に。敵の 74U 使いの人が、まあ、イースポミンかなっていうぐらい打ち合い強くて、かなり殺されましたね、本当に。あっぱれ。今のもワンパンかな？いや、ほんと近距離のワンパン。だから狭いマップ、ニュークタウンとか化けるんじゃないかな、さらにこの武器。さあ、176対195。かなり、後付けで喋るのが、大変ですね、これね。ちょっとお水飲みます。お水飲ませてください。実況中も2リットルの水、まあ、配信見てよく見てる人だったんで知ってると思うんですけど、2リットル水飲んでるんですけど、もうバリバリ減っていきます。1日で大体なくなりますね、これ。ああ、ここも敵強かったな。180対214。なかなかね、いけないんですよ、エリアに、こっから。リスは取ってるのに中へ取れないんですよね。ってなって、リスポーン飛んでしまって。チキル？さらに中に入って、ここで3枚削って、4枚削って、ここでさらにジャンプして、5枚目。で、ウォーマシン使って中を制圧していく。完璧な、一人制圧。しかし、敵があと9点で終わってしまうという、この状況。めちゃくちゃ厳しい。さあ、湧いてくる敵をなぎ倒して、ウォーマシンでさらにポイントを重ねていく。で、ここで橋から来てる敵に対してウォーマシン当てて、さらにもう1キルして、ここでリス取りに来てる敵も倒して V トル確保して、で、なんか最後にスナイパーがなぜかいるから、倒してこれ V トル展開、V トル。V トル来て、もうこれはかなりもう勝利のルートが見えてる。で、1キル、できるか ?V トルで。敵はもうね、時間がないので、落とす暇なんてないはずなので、結構キルが重ねられていって、今何点だろうこれ。V トル中はね、ポイントが見えない。さあ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 、1キル2キル、どん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 。重ねて、ここで敵がね、急に落とす体勢になってきましたね。で、落とされちゃうのかな確か。で、ここで、落とされてしまう。やばい。で、100キルは達成してますが、244対241という文字が見えて、で、ここで、ミサイルですね、減速させて、3枚持っていって249で取られてるんだよ、エリアが。なんでだ、あんなミサイルでキルしたやないかってなって、で、レッドが地点で3枚削ったのに、エリアが取られてる !249 対250! もう、これはもう、なんで負けたのか、本当にわからん。もう、うんこですね、ほんとに。いやこれ、勝ってたらもう、神回も神回だったのに。はい。というわけで、
今日の試合はちょっと後付けでね、動画を撮りましたけども、いやー、大会で負けた時のような悔しさですよ、これも本当に。本当にナイスファイトと思っていただけたら、チャンネル登録と声がしていただけると非常に、モチベーションになるのでよろしくお願いします。またリクエストはね、今回リクエストに お答えして KSP 使いましたけども、まあ、またリクエストがあればコメントでぜひ教えてください。というわけでお疲れ様でした。